おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何の話をしていくかと言いますと、パクチソンガチャ引いていきたいと思います。ってことで早速やっていきましょう。まあ言ってもね、 8700GB しかないんで20連しかできないんだよね。まあ、20連でパクチソン引きたいなっていう話です。以上です。正直ですね、本当は、マンチェスターユナイテッドのね、この追撃ガチャを引くためにもうすでにね、アップルのアカウントには3万円入れてあるんですけど、まさかね、こんなことになるとみじんも思わなかったので、正直ね、その3万を使うかめちゃめちゃ悩んでます。ガチで悩んでる。で、一応クォーターアニバーサリーが来るので、で多分ね、クォーターアニバーサリーがおそらくポゼッションだろうと、今私の一番弱いポゼッションだろうとね、まあね、5周年で中央来て、ポルトガル染めがカウンターできて、もう今回はユナイテッドなんでね、まあ、順当にいけば次ポゼッションですよね。まあ、一体ね、どのチームがポゼで来るかにもよるんですけど、まあ間違いなく今回のユナイテッドよりは強いだろうと。っていうかさ、ファーガソン監督連れてきてたよ。パーカソン監督を連れてきて、この内容はないんじゃないのと思っちゃいますけどね。パーカソン監督なんだからさ、ベッカムとかさ、ルーニーとかさ、もっとこうね、それこそギグス使えるようにしたりとかさ、ね、リオファーディナンドとかさ、あったでしょ、いろいろ。どうとでもできたと思うんですけどね。まさかの、まあ、ロイキンは嬉しいよ、ロイキンは嬉しいけど、まさかのレジェンド2人で、しかも片方パクチソン、パクチソンがダメなんじゃないけどさ、ユナイテッドで絶対的な不動のスタメンだったかと言われたら全然そうじゃないよね、正直ね。多分ね、当時覚えてる方はやっぱりアジア人がユナイテッドで活躍ってね、あって、もちろんね、パクチソンすごかったんですけど、ただやっぱりね、本当にユナイテッドの中核でずっと起用され続けてかっていうと全然そうではないんだよね。そこがちょっと悔しいところかな。もうちょっとなんかね、こうユナイテッドだからこれだろっていうのが欲しかったよね。ルーニーでいいじゃんとか思っちゃうけどね。いや、どんだけお前愚痴言うんだよって思うかもしれないけどさ、もうこのために、このためにね、ただいやちょっとダメですね、止まらないですね。このために続けてきたからこそね、まあ、悔しくて仕方ないわけでございます。センターフォワード来なかったしね、もしかしたらついつい劇みたいな感じで来るのかもしれないけど、どうだろうね。去年はイタリアリーグスターズが同じタイミング、まあ、去年の2022年の6月の中旬と6月の末でそれぞれまず、1回目本番と追撃が来たんですけど、その後にもね、確か1回来てるんだよね、どっかのタイミングで。そこに来たいかなと個人的にちょっと思ってますね。ここがクォーターアニバでしょ、この前がイタリアリーグの、あ、これか、来週だね。なんかわかるかな、まず1回目このっていうか、去年めちゃめちゃ豪華じゃない、ネスタ・ルイ・コスタが1段目で来て、で追撃でセイドルフとレコバ、このメンツが来てるのに今回ロイキーンとパクチソン、これ寂しいよね。ただね、次の週もう一応こんな感じで、まあ、イタリアリーグスターズのスーパースター大集合ということで、まあ、サマースカウトは来てたんですよね。まあ、ただ正直そんなに強い内容じゃなかったんだよな。ドゥシャン・ブラホビッチも悪くなかったけど、まあ、わざわざ引いた人って本当にここ少なくて、まあ、本当にほとんどいないような状況だったと思うんですよね。まあ、ユナイテッドもね、ここでなんかお茶濁されるんだろうなと思いつつ、来週のガチャでね、まあ、お茶濁されるんだろうなと思いつつね、いや、ここマジで引いてる人見たことないな。どうなるんだろうこれ、来週ね。ラッシュフォードが来てるから、センターフォワードでマルシャルとかかな、またセンターバックでマグワイアとかバランとか、あと OMF ももうちょっと来てくれると嬉しいけどね。ちょっといろいろ話が脱線しましたが、まあ、つまりはそういうことですよ皆さん。パクチソンガチャ引いていきましょう。
でももちろんね、狙うはパクチソンなんですけど、個人的にはバンビサカも結構欲しい。デヘアはねいいかな。デヘア好きですけどね、ちょっとさすがにね、サイドのゴールキーパーは貫突してる選手いっぱいいるんで、わざわざデヘアにする必要ないかなというか、一から貫突する余力がないですね。でリサンドロ・マルティネスも正直悪くはないけど、まだね、まだいいかな。パクチソンだろとりあえずねって感じです。はい、いやしょうがないですね、これは始まってしまいましたから引いていきましょう。さあ一応ね、今回 10% のガチャということで比較的ね出やすいはず。ダニエル・ルガーにちゃんとパクチソン来て、まあまあって言って終わりたいな。あとワンビサカが欲しいね。ワンビサカめちゃめちゃいいですよね。あ、ちょっと今季か22-23シーズンはあんまりねワンビサカ起用されなかったんですけど、まあ、ただやっぱね大切な場面で、あの守備的に行きたいところではよく使われてましたし、まあ、ぜひぜひね来季も、ユナイテッドの右サイドバックのね守備という面では貢献してほしいね。ちょっとロングパスがね精度が低いんですけどね、もうちょっと守備以外のところもできるように。お、誰だ、あ、ブルーノかな。マニュピュレートパスはブルーノだね。ありがとうございます。いや好きなんですけど、あの無凸から貫突する余力がないんだよな。無凸から貫突するだけの余力が今もうないんですよね。一応優先度的にはあれが控えてるんだよな、アントニーが。アントニーやらないと一旦右のカットイン私誰もいないので、とりあえずまずアントニーで、次パクチソンって考えると、まあ、正直ね3人目を行く余裕がないね。ロベルト・スリアーノ、さあパクチソン来い。パクチソンだけが欲しいよ今。デイビッド・カルも、あ違った、ワンビサカも欲しいんだった。ワンビサカ欲しいね。パワフルヘッド、カウンター、ワンビサカとパクチソンが欲しいですね。タミー・エイブラハム、次行きましょう。さあ特別獲得枠仕事してくれ、来い。星3ですね。ペドロ・オビアング、はい、行きましょう。次に行きましょう。まあ、まず一旦ブルーの一人と、って言ってもあと10連したらもうあれなんだけど、 GP なくなるんだけど。さあお次はルーベン・ロフタス・チークですね。はい、ありがとうございます。このゲームな、もうちょっと星4がね使い道増えるといいんですけどね。実際もほぼないからね星4選手ね。 MRL デニス、さあパクチソン来い。誰ですか、ジョアン・バリド、はは、存じ上げないポルトガルのゴールキーパーですね。さあ来い。10% だから結構サクサク出てくれると思いきや、あんま出ないな。ルイス・ディアス、さあ来い。サシャル・キッチ、星5来い。ウカシュ・ファビアンスキー、さあパクチソンがどうぞ、徐々にパクチソンチャレンジの確率が減ってきますよ。ティレル・マラシア、マラシアやんよかったんじゃね今回、別にマラシアでとか思っちゃうけどねあのユナイテッドが欲しいって言ってたらマラシアが来てくれましたね。さあお次はジェイソン・ムリージョ、さあ来い。来ないね。いやー悩むなー、アンデル・エレーラ、はい、星4ばっかりだ。アダム・マルシッチ、さあステップ3実行する余力がないですが、どうしよっかな、マジで悩むんだよなとりあえずね、まああの引かないわけにもいかないだろうと思って20連引いたはいいんですけど、果たしてねパクチソン一人のために追撃していくか感はあるよね。弱くはないよ、ドリブル SS シュート S パス S だしね、もちろん弱くはない。
もちろん弱くはないし悪くないけど、悩むな。ルーニー来てたら間違いなく引いたんですけどね、出るまで。まあまだね、まだまだまだガチャの期間あるんで、ちょっと一回考えていこうかな。まあ今のまま行くと来週もね、もしかしたらヤマンチェスユナイテッドの追追撃みたいなやつが来るかもしれないんで、一旦ちょっとそれ期待していきましょうか。はい、ってことで本日の動画ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになってます。豆腐でした。バイバイ。